これぞ SUV のロードスターだと思います。で、スノー直録になって、しかも FR 化したことによって130キロ軽くなって、ちょっとすみません試すんですけど、今小安のね開かずの踏切でちょっとデコボコ感、うわこれねすみません、すごい朗報です。ゴツゴツ感減ってます、ちょっと予想外。おはようございます、コージー TV。 今回 CX60 のある種本命ともいえるクロスインで週刊機体、なんとあやばいやばい、うわ、はい、まず悪いとこから言っていいですか。いいよ、この辺はちょっと分かる分かる安っぽいっすよ。いやいや、これけど期待通りですよ。もうこれぐらいのカスカスの感じがいいかなと思って。僕なんかもうか上級グレードのインラー6に変えようと思ってるんで。いいところ、じゃあいいところは、はい、やっぱ素の6気筒のディーゼルを味わえる。もうこれだけあれば他はどうでもいい。だから小沢小路さん流に言うと、はい、女の人は可愛ければ綺麗ならそれでいいっていう、分かる、ついでもいいみたいな、性格悪くてもいいっていう皆さんこんにちは、コージー TV。 今回の CX60 はある意味これが本命、私小沢浩二が一番乗りたかったモデルで、 CX60 のある種スノーモデルともいえるシングルモルトウイスキーともいえるクロス D、 つまり直六エンジンスノー、そのまんまでマイルドハイブリッドもない、もちろんプラグインハイブリッドもない、しかも FR モデルです。これ何がいいのかっていうと、まあ純粋にディーゼルエンジンの良さが楽しめるのと同時に、あと余計なものがついてないので安くて軽い、価格的にも今まで、まあ、500万円超えだったのはこのクロス D の L パッケージだと400万4000円、もう150、60万、100万円以上安い。でさらに言うとですね、車重が今までプラグインハイブリッドモデルはもう2トン超えていた、でクロス D のですねマイルドハイブリッドモデルは、すいませんドア開いてましたね、クロス D のマイルドハイブリッドモデルは 1.9 トン、しかしこのクロス D スのまんまの、L パッケージはなんと1810、マイルドハイブリッド式よりね150キロは軽いんですよ。それである種ね足方問題と、まあ、エンジンサウンドの問題は、まあ、直六スのまんまなんで変わらないどころか、よりエンジンのサウンドを聞かせる仕様になってるかもしれませんが、装備が程よい上、さらに言うと、車重がね軽くなって走りが変わってるんじゃないかと。そこでまずここから調べちゃいますけど、まあ、一番気になってたのは前後重量配分で、クロス D ハイブリッドがですね 54.6 対まあ、45ぐらいだったんですよ。それでマイルドハイブリッドじゃなくて、プラグインハイブリッドになってほぼね50対50ぐらいになったんですよ。それがこれはどうなのか、スノークロス D がどうなのかっていうと990対820、で合わせて1810、ただし130キロぐらい軽くなってるっていうのが肝で、果たしてこれが走りにどう影響しているか。ちなみにこのクロス D になって車重が軽くなったこともあって、リアのスタビを外したのと、あとねピロボールをね1個ねゴムブッシュに変えてるんですよ。だからねこのリアのちょっと硬さとか全体がですねちょっと変わってる可能性があって、そのあたり後で確かめますが、まずは乗って足型問題と直力サウンド問題がどうなったかをちょっと調べたいと思います。でちなみにこのエンジンはこんな感じです。この辺りは変わってないです。でね、気になっていたのがまずね装備なんですけどね、さっき隣にあった高級グレードのですねエクスクルーシブとかプレミアム系に比べてね、フロントのこのグリルね、このピアノブラックの縦格子のグリル変わってない、あとこのクロームメッキのシグネチャーウィングも変わってない、でこの片側20個の LED が入ったアダプティブヘッドライト LED ヘッドライトも変わってない、それで中のブラックメッキも変わってないはずです。で一番違ってるのはこのバンパーで、このバンパーの造形がね全体的に変わっていて、ここの彫りがちょっと、まあ、浅くなってる、あとこのピアノブラック等の装飾がなくなってる、でこの無塗装のこのドアのもうガードがねついている。で何よりもさっきねオーナーである工藤君も言ってましたが、ここがすっきりして、無塗装で6という数字というかロゴも入ってない、でこの辺りも無塗装、このサイドもそう、ただしねここはね在着ではないピアノブラックのこのピラーの辺りの装飾とか、この辺りは変わってなくて、であとこれもね、まあこのクロス D のちょっと上の一つ上のエクスクルーシブモードとこのホイールは変わってなくて、
これで400万円は安いんじゃないですかっていう感じのスカイアクティブ D で、この辺りも変わってないな。で、内装で言うとね、実はこれ、まあ、L パッケージなんで、でしかも確かクレジュって名前だったと思いますが、まあ、ホワイト系の本革です。 L パッケージ、レザーパッケージですが、ただしこれがナッパレザーではない普通の本革、それによってちょっと確かにね、ちょっとゴワッと感が増している感じはする。あとね、ちょっと驚いたのは、昨日乗っただけなのにここはちょっと汚れがついちゃってる。この辺りはちょっとあれですけども、質感はね悪くない。で、このインレイメタルウッドという、このメタルが入ったこのウッドも変わってないし、ちょっとサンド崖っぽい、艶消しのシルバーもこの辺り変わってなくて、このアッパーも変わってないんですけど、ただね、ここがちょっとね、言いましょうか、ちょっと粗い、脂肪になってますよね。しかし、クロス D の L パッケージはこの 12.3 インチのこのデジタルディスプレイとか、このメーターはね一緒なんですよ。で、あとね、お座心地的に嬉しいのは L パッケージがね、そう、ステアリングヒーターついてるんですよね。で肝心のエンジンかけてみましょう。ちょっとエンジンの音の聞かせ方が変わったかなという感じは、ちょっとねダイレクトに響くような気はします。ただし、小沢工事的には嫌いでないです。それでステアリングヒーターがこれ今寒いんで、今何度だ、4度なんですけど、やっぱ嬉しくて。ただし、ここもステッチ入ってるし悪くないですよ。で、ね、ステアリングも確かデザインがちょっと微妙に上のクラスと変わってる可能性があるんです。本革の3本ステアリングがこのクロス D の L パッケージにはつく。で、一応リアも見ますとですね、この辺りも変わってないです。ソフト感、ちょっと手がかじかんじゃって分かんないわ、感覚がちょっと薄れるんですね。ただこの革調の質感も悪くない。これ L パッケージほぼ400万円っていうことを考えると全然いいんじゃないですかね。で、革の感触、確かにちょっとね、ゴワッとはしてるんですよ。けどね、で、あとちょっとね、ネズミ色っていうか、グレーっぽい色が、ホワイト系よりちょっとグレーがかってますね。色合いがちょっと微妙に違う。で、スペースは今ね、ちょっと身長176センチの小沢選手ですが、小沢が座って、まあ基本的にはサイズ変わってないんで。全長 4.71 で、全幅が 1.89 で、全高が 1.6 メートル台だったと思います。リアバンパーの造形がやっぱりこれね、プレミアム系です。で、こっちがクロス D の割と素、まあもっと安いのはもっとすっきりしてる可能性がありますけど、ここの造形がちょっと変わったのと、無塗装。しかしこの排気、エンドはですね、メタルだし、十分じゃないですかね。で、昨日調べてたんですけども、いかにこの車がお買い得かっていうので、このクロス D の L パッケージ、これね、ソウルレッドが7万7000円で付くだけで、で、今回試乗車の装備もですね、ソウルレッドになって、さらにナビが付いてるだけなんで、基本的には10万円しかアップしてなくて、410万円。で、さらにこのナビも付けなければですね、昨日見積もり取ったのは、ソウルレッドが付いただけの L パッケージだと、総額でですね、いろいろ諸費用含めて419万、ほぼ20万円ぐらいしかアップしてなくて、それはどういうことかというと、7万7000円で408万円でしょ。で、さらにね、これディーゼルで環境性能割と重量税がかからないんで、今からだとまあ2ヶ月分ぐらいなんで、まあほぼね、諸費用で3万円しかかかってないんですよ。で、その他登録費用でかかってるぐらいなので、結構乗り出しがですね、まあ420万ぐらいでこのクロス D のソウルレッドモデルは買えてしまうというね、結構なお買い得ぶりだと思います。てなわけで、待望のこのクロス D スノー CX60 のシングルモルトに乗るんですけど、まずはエンジンですよ。直力サウンドは変わってないですけど、よりちょっとダイレクトに響いてくる感じもありますかね。で、走
走った感じですけど、やっぱね発進はちょっとやっぱりマイルドハイブリッドがない分ちょっとガツンときますね。けどこれはこれで全然嫌じゃないし、よりしっとり進む。でステアリングフィール結構違う、一番ねっとりしてる今までで。何これ。あ、これねスタビが入ってないって大きいんですね。スタビライザーというある種ロールを抑えるものがですね、リア入ってなくて、あ、ちょっとねっとり感増してる。まあセンターのねある種のしっかり感が減ってるんですけど、これはこれで悪くないです。で、あとね、あれこのねマツダ R ランド D 出たところの、あ、ゴツゴツ感違う。個人的にはこれあんまり、あんまりじゃない、こっち結構いいです。これはちょっと僕は予想外。あのね、やっぱりねマイルドハイブリッド発進効いてたんですね。今までそんな効いてないなとか勝手に思ってましたけど、このねエンジンがガーンとガツンとトルクが上がった感じがこっちの方がある。でやっぱりマイルドハイブリッド効いてたんだなと。あれね実際馬力的には確かに13馬力で150ニュートンちょいあるんで、結構トルクあるんですよ。やっぱ電動感、今までのクロス D ハイブリッド効いてたんだなっていうのがなくなってより明確に気づくんですけど、それよりこれ走り、あの、いや、ちょっと最初の感触非常にいいです。まずステアリングのフィールがあるんだけど、よりねっとりしていて、 もちろんその分ちょっとね遊びが増えた感じはあるんだけど、それはちょっと FR を操ってる感じとしてはですね、嫌じゃないのと、あと発進加速がちょっとエンジンがカツンと効く感じがあるけど、これ、あー俺はこれの方が好きだな。あー、これ小沢浩二的には乗り心地、いや、これ悪くないですよ。よりやっぱりね車の反応が伝わってくるところがあって、でトルク感も確かに出足のトルクが薄くなってるんだけど、よりやっぱりエンジンをすっきり楽しめてるな。で何よりもやっぱりこれね四駆じゃないっていうところもあって、要するにこれエンジンがマイルドハイブリッドがなくなって軽く、エンジンまでが軽くなったっていうのと、これ FR なので、まあ、フロントの駆動系がちょっと落ちてるという、減ってるということで130キロぐらいね軽くなってるんで、これなんと表現したらいいんでしょう。生々しさがある種ね倍増していて、でなんかある種 その直進性みたいなところはちょっともちろん落ちてるんですけど、いやこれはこれでちょっとね雪道走りたいという気持ちになってます。でこうやってパッと踏んだ時にエンジンがガッとかかってグッとね、そのと、まあ、唐突というかある種今までよりもトルク変動を感じるんですけど、でアクセルオフした時の、いやーこれいいですね。で素の直録になって、しかも FR 化したことによって130キロ軽くなって、ちょっとすみません試すんですけど、今小安のね開かずの踏切でちょっとデコボコ感、うわこれねすみません、すごい朗報です。ゴツゴツ感減ってます、ちょっと予想外で。振動はねエンジンの鼓動じゃないですね、要するにねシフトです。この8速のトルクオンレスの AT のあとシフトアップのタイミング、エンジンがそのシフトアップの時にちょっとエンジンその断続するじゃないですか、それを余計にある種シフト感を余計に感じるようになりました。エンジンの回転が勝手に落ちてシフト変わってもう一回ガーッと加速する。別にねシフトショックがことさら入るっていう感じではないんですけど、シフトが上がってここで変速したっていうのをより感じる仕様ですね、こちらのクロス D の方が。で高速に入って走りなんですけど、
よりね、まあその乗り心地とかその軽さが増してですね、まあ、全体的にダイレクト感増してるっていうのもそうなんですけど、乗り心地ねいいです。これやっぱりショックのガツンと入り方、入る、ある程度入るんですけど確実に減ってるし、今までのねちょっと硬いと思ってたその奥まで入っていた部分が減って気持ちいいです。あとやっぱりねステアリングフィールがねいいんですよ。特にこれ今選手安全ちょっと切りますけど、切ってアクセルオフして車線変更する時のスッと入る感じが今までよりクロス D ハイブリッド、さらに四駆よりもよりこうね、ある種ブッシュのたわみだとか、あのステアリングの隙間だとかね、そこら辺をねよりナチュラルに感じるんですよね。これは気持ちいいですね。あとね先進安全これ入れますけど、レーンキープと ACC で入った時に ステアリングスイッチ入れた途端キュッと効き始める瞬間とかもより前より感じるんではないでしょうか。やっぱりいろんなこうステアリング周りの四駆のねあのギアとか四駆のあのシステムがなくなって、さらにステアリングフィールが研ぎ澄まされたと思います。ただしその分ある種直進安定性みたいなところはちょっと落ちてるのかもしれませんが、直進安定性というか今までもっとねもう強引に前、こう前に引っ張るようなところがやっぱりあったんで、そのあたりが、なくて、こっちの方が小沢浩二的にはより対話して運転してる感じは味わえるかな。てなわけで CX60 待望のある種小沢浩二が待ち望んだ本命のクロス D に乗りますが、やっとワインディングが来たのでちょっと飛ばしてみます。燃費はね十分なんですけど、これねやっぱこれが本命ですよ。このステアリングフィールの良さ、このノーズの、まあさらに2リッター 2.5 リッターはもっと軽いと思うんですけど、このノーズの軽さ、この蹴っ飛ばし感、これ最高です。まあ、まずねステアリングフィールが最高ですよ。これこのねちょっとそのステアリング路面の変化でスッと内側にこう切れてですね、路面と対話してる感じはもう抜群ですよ。でこのちょっと加速してる時には直進性が増して、ちょっとフロント荷重した時はさらに打の効きが良くなる、この感じ、このね時々クイッとね内側に切れ込む感じとか、本当路面の状況をと対話してですね、曲がりを楽しむ、走りをまっすぐの走りを楽しむ、ステアリングフィールを楽しむ感じはもうねこれがベストですね。これぞ SUV のロードスターだと思います。これが虫谷さんが言ってた、これが CX60、 これやっぱり一番いいですよね。価格的にも買いやすいし、もちろんあの掛け縫いの内装とかも捨てがたいんだけど、これ小沢浩二だったら間違いなくこれ買うなっていう、これこのちょっとねこの直進状態からこの切り込み時の決めこの気持ちよさ、もちろんロードスターほどそのエッジがねその本当に切れるようなステアリングではないんですけど、まあロードスター自体も結構あれですもんね。これは気持ちいい。あとね乗り心地確実にこれいいですね。一番いいと思います。もう本当これ文句なしで、加速的にもよりダイレクトにエンジンのパワーを楽しめて、もちろんあの隙間なくね低速からこうスッと出る感じはマイルドハイブリッド付きの方がいいんですけど、車好きにはこのモデルが一番です。